吉田さん、速稼塾のカリキュラムの中に昔ね、ちょっと厳しいコースがあったんですよ。それはね、まあ、69万円のコースというふざけたコースだったんですけども、でもその中には結構大事なコンテンツ入れていて、その中の一つね、メルマガってのがあったんですよ。絶対最強メルマガっていうコースなんですけどね、これはメルマガ独自のコースでもまた別販売しようかと思うんですけども、このメルマガの内容がね、私なりにね、結構すごいと。このメルマガは100日連続で書いて100日目にセールスをするっていう、そのカリキュラムなんですけども、なんとね、読者は1人にしろっていう風な指示を出してるんですよ。メルマガなのにたった1人のために書くんですよ。だからその1人を誰に設定するかっていうのが、まずはカリキュラムの前半で課題に出されるわけですよね。で、しかも読者にはこのメルマガあなた1人に送ってますよってことを悟らせないように、まるでね、1000人1万人に送ってるように書かしてるんですよ。で、メルマガを受け取ってる方はどうしようかね、もう本当に1人なんですよ。1人なのに自分以外にも送ってるだろうっていう前提で見るんですよ。書く方はたった1人の人に対してもう完全ペルソナで書くんですよね。だから100日目にセールした時に売れないわけがないんですけども、でも売れないんですよ。なんでかっていうと、メルマガを送るのをやめてるんですよ。もしくはね、メルマガの内容がもうほんと二転三転しちゃうんですよ。だって読者一人ですよ。っていうことはね、適当な人を読者一人に決めるんではなくって、仲のいい人とかよく分かってる人に対して登録してもらって、その人の趣味嗜好悩みに合わせたメルマガを毎日毎日書いていけば、そのメルマガの読者さんたった一人をね、毎日ライターと対話してくれるんですよね。で、このメルマガはなんか知らないけど俺にぴったりじゃん、他のやつらも読んでるかもしれないけど俺だけのことをここまで書いてるなんて本当に奇跡のメルマガに出会えたみたいな感じで、ね、最後のセールスを受けてくれるわけですよ。で、これがね、今でこそ明かしますけども、速稼塾列伝の、まあ、中の何分の1かにあるメルマガですね。この奥義ですよ、うん、ある人はね、自分の奥さんに対してそのメルマガを発行したらしいです。匿名で、なんか俺撮ってるメルマガさ、すごいなんかいいんだけど一緒に撮ってみない、って読んでみって言うからね、読まして自分で書いてるんですよ、匿名で。で、奥さんずっと、ほら、私ディズニー好きなんだけど、ディズニーのことすごく細かく書いてある。え、こんな裏技あんの、こういう風なやり方あんの、ねえ、これ一緒にディズニー行こうよ、みたいな感じになってきたんですよ。で、メルマガ読むのがむちゃくちゃ楽しみで、メルマガ読んだ内容をいつも教えてくれそうなんですよ。こんなこと書いてあったらいいのになーって、旦那さんに言うらしいんですよね。そしたら旦那さんはしめしめと思って、それをまさに書くわけですよ。このループなんですよ。で、最後に、そのメルマガに、セールスをするんですよね。35万の、なんか、コンテンツを、売ったらしいんですよ。それ奥さん決済してるんですよ。旦那さんに内緒で決済してるんですよ。面白いでしょ。で、旦那さんは決済してること知ってるんですよね。で、それで何が分かるかっていうと、あ、本当に読者さんのこと分かってれば売れるんだ。しかも旦那さんにでも内緒で35万っていうね、コンテンツの料金だったんですけど、35万っていうのは普通の主婦がね、こっそり旦那さんに隠れて払える金額なんだって確認したらしいんですよ。なかなか面白いでしょ。いってらっしゃい。